国母呼ばないのか、アンリは A 代表に呼んでキープせずか。国母はシントトロイデンを降格圏まで低迷させてるからダメでしょ。にわかが持ち上げてたけど、ベルギーでダメなのが現実。同年代のザイオンもまだ1勝しかできてないし退場するし、でどっちもどっち大迫でいいと思うけど、ザイオンなんだろうな。ザイオンのパルマは昇格クラブだぞ、バカ昇格クラブで、あの順位なら旧大伝。現時点で国母の方が上だと思う。基礎的な部分を言うが、パルマでそれが修正できると思えない。セリエでももっと上位クラブじゃないとそれ教えてくれるコーチがいないだろ。谷と比べるならわかるが、ザイオンに勝とうとしてる？それはないわ。恥ずかしい、マンユーやパルマから正式オファー。アジア人 GK 歴代最高の12億移籍したのがザイオン。国母はどこからもオファーなく、日本人の口利きで STVV 加入、それが現実だぞ。オリンピック補正。シントトロイデンでのプレイがヘボいからだよ。数試合だけ、GK や FW が偶然スーパープレイすることなんてザラにある。川口だってダブルハイでスーパーセーブ連発して、イングランド2部に3億円くらいの大金で移籍したけど、1試合も出れず、北欧のチームに移籍しても出れなかった。ザイオンは、パルマでもやらかしは多いけど、とんでもないスーパープレイを連発して、現地紙、解説、機械採点すべてで高評価。平凡なプレイしかできていない国母とは雲泥の差。まず、国母は谷に勝つことから始めないとね。まあベルギー2部で何もできなかった谷よりかマシだわな。あとシュミットが追放状態になってるのが地味に謎。言っても名門ヘントでやってて、何かが劣化したわけでもないのに谷じゃなく国母かシュミットを選ぶべきだわな。シュミット、出場した数試合ほぼ全敗したんでベンチ降格して昨シーズン終えて今シーズンもベンチやぞ。試合に出てないやつ呼んだらそれはそれで叩くやろ。実力で言えばまだシュミットや長田美男の方が上なんじゃねえ。国母って何か目立ったことしたか、プロで。ザイオンの身体能力見た後出たの日本人 GK 見たら呆れるぞ。ザイオンの余裕のセービング範囲が国母や他の GK のファインセーブくらいの実力差あるからな。キック力と精度もレベルが違う。出会った選手やコーチから絶賛され続けてる身体能力は本物。期待値は、GK 版の富安だからな。普通にプレミアリーグビッグ6や下手し、バルサでスタメンなっててもおかしくない。長田美男って名前はよく聞くし、ビッグクラブから注目されてるけどどうなん？キーパーって少し試合見ただけだとよくわからないこと多いし追い切れない。ベンチか B ですらベンチ外と、やっとこさシントトでトップチームデビューしたばっかの国防をしてる奴らってマジでどの層？